広島の久保です。広島の久保です。懐かしいですね。まあ、今回はね、一人のリーダーになるというテーマでお話ししようかなと思うんですけど、まあこれはね、僕が運営しているドリームアカデミアの最初の教えです。一人のリーダーになるっていう。で、これをもうちょっとかっこいい言葉になると、かっこいい言葉に変換すると、えー、お客様のナンバーワンであれ、みたいな感じですね。お客様のナンバーワンであれと。 市場の、市場のナンバーワンではなく、お客様の、たった一人のお客様のナンバーワンであれと、うん。市場のナンバーワンではなく、お客様の、たった一人のお客様のナンバーワンになれみたいな感じですかね。うん。要はまあ、うーん僕とか久保さんは、この、なんだ、少ないさ数でね。まあでも最近久保さんね、給付金のやつね、めちゃめちゃ、 ガンガン回してますね。給付金。<laughs> まあ、あれも必要ですからね。アクセス取りに行くのも。うん。要は、まあ、ほとんどの人が、その、初心者から始めて、じゃあ初心者、経験がない人がアクセス取れんのかっていうと、取れないですよね。うん。YouTube の仕組みもわかんないだろうし、タイトル設定もよくわかんないだろうし、そんないきなりね、アクセスなんか取れないですよ。うん。 で、あとは、ある程度数やって、いろいろテストしてみて、あ、これ当たった。当たった。じゃあ攻めてみようっ。つってね。久保さん、給付金攻めてまくってますけど <laughs> そんなもんなんですよ。僕もいろいろ動画撮って、当たったやつに対して、あ、これ当たるんだ。これ伸びるんだ。っつって、まあ、バーってやりますけど。でも、それは経験がないとなかなかできないし、ある程度ね、バッターボックスに立たないと、ヒット、ホームランって打てないんですよ。あんまり。 だ初心者はいきなりね、ヒットホームランとかもまず無理だし。でそんな中で稼いでいくためには、あなんだ。お客さんのナンバーワンになるってことですね。うん。じゃあお客様のナンバーワンになるためにはどうすればいいのかっていうと、単純にそのワンツー動画を送ればいいんですよ。で、ワンツー動画っていうや,、えー、やり方を YouTube でやってる人はほとんどいないんですね。うんん。だこれをやればいいだけなんですよ、単純に。 これを。僕ひたすらこれ4年やってますけどね。<laughs> ひたすら <laughs>。とりあえずもう来たらワンツー動画ですね。もうこれ、これしかないですね。で、逆に言うと再生数少ないのに、その一人を見過ごしているんだったら、どうやってビジネスするのっていう話ですよね。なんか例えば、飲食店を経営しています。飲食店を経営している、じゃあお客さんが、えー、一人、二人、 えー、一日に来店がありました。じゃあその一日二人来店あったのに、あの、粗末に扱ってたら、そのお店行けますじゃあ逆に言うと、その一人二人にね、最高のサービスを提供して、美味しいご飯とか提供したら、ね、こんな現象が起きるかもしれないですよね。あそこの穴はこの前見つけてさ、みたいな。 めちゃくちゃランチうまかったから一緒に行こうっていう口コミ広がるかもしれないですよね。もしくはさい最近のテクノロジーを使うとツイッターでつぶやかれるとかね。うん、インスタでこうや,られやってもらってでバズるとかね。うんそ。そうじゃないですか。でもこれがネットビジネスになると1再生1人1登録1人っていう概念が欠落しちゃうんですよね。うん なんかこれは普通のリアルビジネスやってたら目の前に1人のお客さんが来てたらどう対応してますっていう話でうん。であとは久保さんが言う通りそのローカルですよねうんローカルで一番になるっていうのがいいんじゃないですかねだから全国で一番じゃなくてローカルで一番っていう広島の久保です広島の中でネットビジネスやってる人おらんぞみたいな話でね東京はクソライバルいるけどみたいなうん。 だからまあ、どういう戦略でやるのかって戦略というか、自分は、どことどこで戦いますかって結構大事。戦い方戦術の前段階として、どの場所で戦うって結構大事だと思うんですよね。久保さんがもし東京でやってたら多分無理ですね。 今はなかったと思います。久保さんがなんでうまくいったのかっていうと、本当に広島の久保ですから始まって、広島っていうところでやり始めて、あの、東京っていうか、そ、そこじゃないんですよ。広島でナンバーワンっていうところを目指してたんで、僕は今あるんじゃないかなと思います。うん。だからその、まあ、地域密着型、お客さん密着型でいいんじゃないですかね。うん。っていうか今、多分それだと思うんですよね。時代の流れとしては。 もちろんやっぱ人間の性質上を大きい再生数とか大きいところに目が行きがちなんですけども、あの、カスタマイズされたものですよね。うん、そっちの方が価値があったりとかすると思います。だから、あ昔からあるやつだったら、まあスーツをあー、なんだ、オーダーメイドで作るみたいな感じですよね。スーツをオーダーメイドで作るって、あの世界に一着しかないじゃないですか。 それってめっちゃ価値がありません高く売れますよね、しかも。なんか既製品を大量に作ってね、チャイナで大量に作って、スーツをね、大量に作って安く売るっていう方法もあるけれども、ただ一着、手間はかかるけれども、一着丁寧に寸法を測って、その人の世界に一つだけのスーツを作ってあげる。これ高く売れるじゃないですか。じゃあどっちを目指しますかと。スーツ大量に作りますみたいな。僕は、 オーダーメイドのスーツ一着を作って高く売っていく。そっちの方が一人でやっていくんだったらいいと思います。僕の場合は。うん。はい。まあそんな感じですね。一人のリーダーって。まあこれ余談なんですけど、久保さん、あの、熟成さんでね、あの、田舎に暮らしに行ったっていう人いたじゃないですか。こうインスタに投稿されてまして、ちょっとビビりましたね。もうちょっとね、もしかしたらね、久保さんの家より立派なんじゃねえかなっていう。これちょっとやばいっすよ、この。 風格が。これ。これやばないですかこの風格。これ多分家賃7万ぐらいなんですよね。<laughs> このなんか風格やばいっすね。しかも、ま、あ動画もなんかあったんですけど、めちゃめちゃ広いっすね。えだこ,これ行きます。行きます。<laughs> 多分家賃7万か8万だったと思うんですけど。 だから、ね、田舎行くとね、すげえとんでもない家に住めるっていうね、同じ、東京じゃ無理ですね、こんなのね。うん。ちょっとびっくりしましたね。なんかちょっとね、これ、こうすげえいいんすよ。めちゃめちゃいいなみたいな。ちょっと行きますんで。来、来月行きますんで。また動画撮りますよ、そこで。<laughs> めっちゃいいなと思い、しかもね、あ、ぼ僕、めちゃめちゃボロいとこかなと思ったんですけど、結構中、中もね、結構整備されてて、おめっちゃ穴場じゃん、これ、みたいな思っちゃいましたね。うん。はい。まあ、ちょっと、しっかりとレビューしていきますんで。はい。では、終わります。いってらっしゃい。